加納塩梅です。本日のテーマは転換とスポーツ。慢性疾患や病気と共存しているスポーツ選手はたくさんいます。フィギュアスケートの羽生結弦選手が気管支喘息であることは有名です。喘息は症状が軽くなることはあっても完治することは難しい慢性疾患の一つです。転換は脳の慢性疾患、喘息と同じで発作以外日常生活に支障はありません。転換がある方でもプロスポーツ選手として活躍している人はたくさんいます。この動画では3人のプロスポーツ選手の物語を通して転換のある子どものスポーツへの参加と制限についてお話しいたします。最後までこの動画をご視聴いただくことで転換とともにある自分の人生をどう生きるかへのヒントをお伝えしたいと思っています。このチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています。毎週水曜日に新しい動画を投稿していますのでチャンネル登録お願いいたします。コメント欄に感想や質問を記載いただければ動画でも回答していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。一人目のプロスポーツ選手は元イングランド代表のサッカー選手、ジェイ・ボスロイド選手。ジェイ選手は2015年からジュビロ磐田でプレー、2021年11月にコンサドーレ札幌を退団するまで6年間 J リーガーとして活躍していた選手です。僕は転換というコンディションです。僕がコンディションと呼ぶのは病気だと思ってないから。僕が初めてこのコンディションに気がついたのは多分16か17の頃だったと思う。当時所属していたアーセナルで午後プレーをしていて、その頃はしょっちゅう出かけていたから土曜日の夜は友人と会っていたんだ。日曜日の夜も出かける予定があったからその友人の家でビデオゲームをしてくつろいでいた。その日はしんどくってひどく疲れてたんだけど若かったし友達と一緒にいて楽しみたかった。日本ではウィニングイレブンと呼ばれるゲームをしていたのを覚えてるよ。突然意識がなくなり、その時は何が起きたのかはっきりわからなかった。友達が言うには僕は震えていて口から泡を吹いていたそうだ。病院の医師は僕に君は転換だと言った。そう言われて真っ先に僕が聞いたのは僕のサッカーのキャリアはダメになってしまうんだろうかっていうことだった。医師はそんなことはないよ、多くのスポーツ選手や多くの人々が転換を持ちながら生活しているけど全然問題ないよって言ってくれたんだ。ゼイ選手は転換であることはサッカーのキャリアには全く影響はなかったと言ってます。転換であることは明かしてはいませんでしたが発作は時々起きていたようです。それでもイングランドのプレミアリーグでプレーをするプロのサッカー選手になりワールドカップのイングランド代表にも選ばれたのです。コンサドーレ札幌の練習中に J 選手は発作を起こし病院に運ばれました。数日間薬を飲み忘れたことが原因でした。ところが転換であることが多くの人々に知られたことである変化が起きたのです。発作が起きるまで人々は僕が転換を抱えていることを知らなかった。競技場で起こした初めての発作だったんだ。でもそれからは子供が転換を持ってるからスポーツを禁じていましたという内容のメッセージがたくさんの人々から届くようになったんだ。僕がプレーをしている姿、僕のキャリアやこれまで夢を実現してきた姿を見て、今ではスポーツをやらせてもいいんだって思うようになってくれた。たくさんの子供たちがスポーツに戻ったって聞いてるよ。僕が若い人たちに言いたいのは、転換を恐れてはいけない。転換を話題にすることを怖がる必要はないということだ。転換を受け入れ、薬を服用しよう。そうすれば、君はどこへでも行きたいところへ行けるんだ。何度も言うけど転換は体調の一種であって、たとえ君が転換を持っていても可能性は無限だ。自分を縛らないで、そして君が叶えられるはずの夢を諦めないで。僕は転換とともにある自分の人生をそうやって歩んできたんだ。2人目のプロスポーツ選手はラグビーリーグワン三菱重工相模原ダイナボアーズでクラブキャプテンを務める土佐誠選手。土佐選手が初めて発作を起こしたのは
大学を卒業し NEC グリーンロケッツに加入して4年目、外食をして社員寮に戻り大浴場でシャワーを浴びていた時、突然意識を失って倒れたのです。チームメイトがすぐに救急車を呼び病院に搬送されて検査を受けた結果、転換と診断されました。病院のドクターから病名を聞かされた時は、何って感じでした。僕は転換という疾患を知らなかったんです。しかも転換を公表してプレーをしているラグビー選手は誰もいなかった。当時は日本代表に呼ばれたばかりだったので、いろんな意味で落ち込みました。ドクターと話をしていく中で、転換を持ちながらプレーをするのは日本初のケースになるかもしれない、手探りですがプレーをする方向で治療していきましょうっていうことになって、ちょっとは安堵しました。発作がいつ起こり、いつ意識を失うかはわからない。ドクターからの説明では疲れたり激しい運動をした後に発作が出やすいだろうと言われました。ラグビーは激しいスポーツ、リスクはありましたが、土佐選手は薬を飲みながらプレーを続けました。しかしいろんな薬を服用しても発作は止まりませんでした。ある日ドクターから脳をスキャンして場所を特定し、手術できれば普通の生活に戻れる可能性があると言われたそうです。手術は悩みました。ラグビーはそこまでしてやる価値のあるスポーツなのか、引退した方がいいんじゃないかってすごく考えました。でももし手術をして復帰してプレーする姿を見せることができれば、他の患者さんの不安も解消されるでしょうし、そうなれば自分がプレーする意味があるのかなって思ったんです。先生もできるよって言ってくれたんで、その言葉を信じて手術をすることに決めました。開頭手術を受け、リハビリを行い、復帰するまで1年半もの時間を要しました。最初はコンタクトする怖さがありました。ぶつかったら脳みそが出てしまうんじゃないかって、ありえないことまで考えてしまい、そういう怖さを克服してラグビーに戻れたのは、自分の気持ちを一つずつ整理していったのもありますが、所属するチームが復帰まで頑張ろうと背中を押してくれたのが大きいですね。普通頭を手術した選手がプレーする場合、企業はリスクを負えないので引退してくれという話になると思うんです。でも僕を信じて待っていてくれた、支えてくれたチームメイトや企業のためにも復帰していいプレーを見せたいって思いました。土佐選手は復帰後、転換を理解してもらうためのイベントに参加し、自らの体験を語るなどの活動を行っています。まだ転換に対する理解が低いので、多くの人に知ってほしい。僕は転換から開頭手術を経験して復帰した元オーストラリア代表のジュリアン・ハクスリーの存在にとっても勇気づけられました。だから同じように転換で苦しんでいる人たちに、自分だけじゃないんだって知ってほしいんです。3人目のプロスポーツ選手は元大相撲力士関脇豊ノ島、現在は井筒親方として力士を指導しながら大相撲中継の解説も務められています。豊ノ島関は小学校1年生から3年生までサッカーをやっており、中学3年の時に全国相撲大会で優勝。初めての発作は小学校1年生の時、スポーツが大好きで発作が起きても好きな相撲を続け大相撲力士となり、時津風部屋では30年ぶりとなる関脇にまで昇進を果たしました。24時間の3分の1パープルデイテレビに寄せられた豊ノ島のコメントを紹介させていただきます。私は小児転換後天性の部分痙攣を小学校1年生の時に起こしました。13番目の脳波に異常があります。小学校1年生の冬休みに突然口から泡を吹いて意識を失って、丸一日意識が戻らなかったそうです。先生に意識が戻っても植物人間か後遺症にが残ると言われたそうです。スポーツが大好きでサッカーや大相撲をやっていて、発作が起きても好きな相撲は続けました。高校を卒業してこの相撲界に入門を始めた時、
薬の副作用で身長が伸びませんでしたが、幕内力士になることができました。いつ発作が起こるかわからなかったので、自分自身ももちろん家族も心配しました。私は転換であることをみんなに知ってもらって、みんなに助けてもらうことができました。実際にこの相撲界に入ってからも発作が起きました。しかし周りのみんなに伝えていたので、助けてもらうことができました。転換は100人に1人と聞きます。薬をきちんと服用して、周りの皆さんの理解があれば、決して怖い病気ではないと思います。皆さんも恥ずかしがらずに、転換であることを周りの人に伝えて助けてもらいましょう。3月26日はパープルデイです。一人でも多くの人々に転換のことを理解していただけたら嬉しく思います。この週末5月28日に新型コロナウイルスの影響で延期になっていた豊ノ島引退井筒襲名披露大相撲が両国国技館で開催されます。当日は断髪式のほかに幕内土俵入り、取り組み、食切りなど催し物が用意され、豊ノ島関の最後の一番を見ることができます。本場所では見られない一味違った大相撲をお楽しみいただけるようです。チケットもまだ販売しておりますので、詳細は概要欄をご覧ください。他にも世界で活躍しているスポーツ選手はたくさんいます。昨年の東京パラリンピック女子バドミントンに出場した藤野遥選手。藤野選手は先天性脳性麻痺で右上下肢麻痺の障害があります。18歳で初めて発作を起こし、20歳の時に転換と診断されました。東京パラリンピックでは SL4 という軽い下肢障害クラスの女子シングルスに出場しました。今回はメダルには届きませんでしたが、3年後のパリパラリンピックで目標のメダル獲得に向け練習に励んでいるそうです。他にも冬季オリンピック女子アイスホッケーで銅メダルを獲得したアメリカのチャンダ・ガン選手、夏季オリンピック男子陸上 400m ハードルで4位に入賞したイギリスのダイ・グリーン選手、アメリカンフットボールでは元アトランタ・ファルコンズのジェイソン・スネリング選手や、スーパーボールチャンピオンになったこともあるアラン・ファニカ選手が転換であることを公表しています。この動画で私が皆さんにお伝えしたいことが3つあります。1つ目は、転換だからというだけでできないスポーツはほとんどありません。スキューバダイビングやハングライダー、スカイダイビング、命綱なしのフリークライミングのような万が一発作が起きた時に致命的になるようなスポーツ以外問題ありません。現在は運動による適度な緊張感や楽しんで運動することが発作を抑制することが知られています。それだけでなく、子どもにとってスポーツは人間関係を築く上での社会性が求められ、成長過程で大切な役割を果たしてくれます。お子さんに転換発作がある場合、親御さんは事故や怪我の心配からスポーツへの参加を制限してしまいがちです。子どものスポーツへの参加は必要以上に制限しないようにしましょう。特別扱いをする必要はありません。転換であってもみんなと同じで大丈夫なのです。転換がある程度コントロールできているのであれば、水泳への参加も可能です。監視救助体制が整っていれば問題ありません。水泳中よりもプールサイドでほっとした時に発作は起きやすいものなのです。疎外感を持たせないこと、意欲を引き出し仲間意識を持つことは子どもの成長に大切なことです。個々の子どもの状況に応じて両立点を見つけていくことが大切です。2つ目は、スポーツに限らず転換があるというだけでできないことしてはならないことはほとんどありません。古今東西、転換を持ちながら活躍している人はたくさんいます。近視には眼鏡やコンタクトレンズ、転換には抗転換薬、血圧が高ければ高圧剤、転換は体質や体調のようなもの、コンディションを整え保つために毎日抗転換薬を服用し、生活リズムを整える必要があるだけ。病や障害があっても自分で自分の可能性を閉ざさないでください。3つ目は、皆さんへ提案があります。転換発作のこと、コンディションって
表現してみませんか、J 選手のように。実は私も職場では転換発作のという言葉を使わずに体調って呼んでたんです。私が転換であることは職場のみんな知ってましたので、まあ仲間内だけの隠語なんですけどね。昨日の夜と今日の朝体調悪かったんだは、昨日の夜と今日の朝転換発作があったっていう意味でした。体調よりコンディションの方がかっこよかったですね。親元を離れて暮らし始めた子供に転換発作が起きてないかって心配になりますよね。そんな時、最近コンディションどうって聞いてみましょう。ああ、俺のコンディションいいよ、薬も忘れないで飲んでるよってきっと答えてくれますよ。今日から転換発作のことコンディションって呼びましょう。本日は転換とスポーツについてお話ししました。この動画を見てためになったと思ったら Twitter や Facebook で拡散をお願いします。またチャンネル登録お願いします。コメント欄に感想や質問を記載いただければ動画で回答していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。本日のまとめ、一つ、転換だからというだけでできないスポーツはほとんどない。子供のスポーツへの参加を必要以上に制限しない。一つ、転換だというだけでできないことしてはならないことはない。病や障害があっても自分で自分の可能性を閉ざさない。一つ、転換発作をコンディションと表現してみよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。